こんにちは、京都癒しの旅の織戸真由美です。今日は梅の宮大社に来ています。紅白の梅がかなり綺麗に咲いてまして、このピンクのしだれ梅もあります。で、足元にはね、水仙も咲いていて、本当にね、あの自然のままあまりこう手を入れてないように見えるような形でのお世話をされているんだと思います。とても綺麗です。こちらはね、あの竹ですね。竹もね、さやさやと音がしています。今ちょっとね、鳥が鳴いてないんですけど、先ほどまですっごく鳥の鳴き声が聞こえていまして、サギの大きい声もしていました。もうこの深淵全体がお花の園ですね。あ、鳩が鳴いています。聞こえますか？ぜひぜひ梅の宮大社、あの深淵お庭ね、とっても綺麗なので、ぜひ皆さんお参りください。ありがとうございました。失礼いたします。